おはようございます。我がんせのかげやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤンラジオやっていきたいと思います、えー。僕はですね、定休日、木曜日ですね、木曜日の晩ごはえは、ー、家族のためにこう食事を作ります。まあ、えー、まあ、偉そうなこと言えないで、週1回の、ね、晩ご飯作るぐらいでね、なんやそんなもんっていうことなんですけどもですね、これはね、僕のこう家族に 対するですね、そのお礼というかね、えーまあ、感謝の気持ちを込めてですね、えー、その食事を作っているというところですねそのまあ1週間こう仕事をさせていただいてですね、えー、僕一人でねその仕事がこうできてるわけではなくてですね家族の協力あって仕事ができているということでその、えー、6日間ねいろいろこうやって てくれたことそれで僕はすぐ非常に助かってるのと同時にですね、えー、この家族がいなければ僕はこのね、えー、9年目今入ってますけどもこう続けることはできなかっただろうなということで非常に自分の中でこう感謝してるでそれをねこう1週間に1回ねその普段の食事がどうこうということではないですけども僕の気持ちをねこう美味しいものというかね、うん 楽しみにしてもらえるようになったらいいなと思うぐらいにこう、えー、大事にしてるもんですね、えー、その一つの食事をねこう木曜日の晩ごはんいうのは大事にしてるものであるということでですねこう作ってるんですけども、えー、先日のねこう休みにねざるそばを作ったんですねざるそば。でこういういまあ ちょっと暑くなってきた季節なんでいろいろねこうざるそ,そばであったり冷麺であったりというのをこう作っていこうというふうに考えてねこう作ってるんですけどもですねそのざるそばえー、だからえー、お湯を沸かしてですねそのざるそばをこうあれですねゆでゆでてそのざるそばにするんですけども それがですね、ちょっとね、こう、結構ちゃんと茹でたつもりやったんですけどもですね、その、あまりこう、しっかりと茹でられてなくてです、ね、ざるそばがちょっと硬かった、そばがね、硬くてですね、で、自分で食べてもちょっと固いなというのと、ですね、そんなに安い、えー、そばを買ったつもりはなかったんですけども、美味しさがね、ちょっといまいちやったんですよね。で、あの、家族に聞いてみんなちょっと、 その僕が作ってるんでねその、えー、むちゃくちゃ批判っていうかあれを言うことはないんで,ですけどもちょっと硬かったなとかちょっと前のざるそばの方がうまかったなとかそういうのをこう言ってくれててですねで実際僕もそういう風に思ってるんですよねでせっかくねこう作ったのにねあの出来栄えはちょっとこういただけないなということでちょっとこう自分の中の失敗 であってでこのまあ買ったそのそばねそば、えー、のこうあれを覚えてるんでそれをちょっと外してちょっと違うやつでもうちょっと高めやっぱ値段が高い方が美味しいだろうからもうちょっと高めのやつをこう買うようにこうしようというふうにちょっとえ考えていますうんその方がいいだろうなというふうにはこう思っているというところですねうんでざるそばにまあつきものはえ天ぷらなんで 天ぷらをどううしようかなとでこうスーパーの素材で買ってもよかったんですけどもどうせならということでこう3点っていうね天ぷら屋さんがあるんですけどそこの3点の天ぷらを、えー、買う天ぷらのこう盛り合わせをねこう家族分買うということにこうしましたで、えー、価格もですねその結構3点そこまで 高くなくな、うん、結構安いんであれはあれで、うん、一つのやり方だざるそばとその天ぷらのセットっていうのは、ね、いいかなと思っておりますで、えー、天ぷらもねこう天ぷら屋さんでこうちょっと高級というかそれなりの価格するところのね えー、天ぷらをこう一回買ってみるのも一つこういいなと思ってます。もうちょっとこう、えー、お金に余裕がないとそれはできないですけども、えー、それでこうざるそばのそばもこうおいしいものを探しておい、えー、しいこれはいいぞというそばを探してそれでしっかりとこう作ってっていうのをこうしていきたいなというふうに考えております。うん、だから、まあ、ザルそばがううまままいいっていうのはまあ、まあ あのー、最低条件ねこれはなかなかうまいなというものをこう見つけてそれを作るのと天ぷらもですねその3点は3点でいいんですけどもそれはそれでこうリーズナブルでね、えー、いいんですけどもなんかこうちょっと高級まあ高級かまあ、さそうですねそこそこ高級な感じの、えー、天ぷらをですね うーん探してみたいいいなというふうに思いますどうかそのそういう場所があればねお惣菜っていうかそういうのが美味しいところがあれば僕は知りたいなと思っておりますまあスーパー飲むまあそんなに悪くないんでしょうけどもうちょっとねこうもうちょっと専門的なところにこう行きたいなんで惣菜うまいとここれはちょっとこう 滋賀県もねいろいろ広いんで絶対あると思うんでね、えー、そういう場所を見つけたいまあスーパーの中にあるやつでもいいんですけどねちょっと見つけたいなと思いますあ今これを喋りながらちょっと思い出したんですけども昔ね近所に光屋っていうのがあってですね今だ家になってますけどもその中にこう味よしさんっていうね味吉しっていうねこうそういうお惣菜屋さんというかねこういろんなこうおかずが売ってる店があったんですがあれはねなんか今考えると いい店やったなぁと思います。ほんで、そこのおばちゃんもすごく愛想のいいね、おばちゃんでね、今どうされてるかなぁとは思いますけども、うん、ちょっと、ちょっと懐かしいなぁと思って。ああいうところがあれば、ちょっとこう、おかずをこう、結構価格も安いし、ボリュームもあったし、うん、いい店やったなぁと思います。もうしょうがないですね、今できてない。えー、ああいうところを、こう、スーパーいろいろ見ながら、こう、探すことができると、また、うん、こう、 晩御飯の、えー、バリエーションもっともっとこう動いてね、えー、固定された動きじゃなくてですね、えー、いろんなところに行ってっていうことをこうしていかなあかなというふうに思っておりますよりね こう木曜日の晩ご飯をほんまにおいしいなと思ってもらえるようにこうちょっとこう自分の、えー、幅を広げていきたいなというふうにこう思いますちょっとざるそば失敗しましたけど、えー、これからもこう続けていこうと思いますということで今日はざるそばを作ったけどということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます